どうも、乱世の勧誘です。ご視聴ありがとうございます。この間作ったね、走破線を彩る華麗な先行術という動画でですね、今ご覧いただいているミノタンさんの3回目の攻めの先行リップをね、紹介させていただいたんですけども、そこでですね、こう南蛮力士が、まあ、ものすごいいい働きをするわけなんですけどもね、こちらをまあ、改めてこう、注目してですね、見ていきたいなと思います。そしたら始めていきます。実は今日はね、動画3本撮りでね、もうちょっと声が枯れてきましたけどね、ちょっと聞き苦しい点があればご容赦ください。ちょっと忙しくてね、撮れる時にまとめて撮っているという感じなんです。ということで、まあ3本撮りということをやってるんですけど、長領が出てくるまでは早送りでいきましょう。でこちらの先行での、まあ、攻め自体もね、しっかりとこう僕の前の作った動画で紹介させていただいてるんでね、もしまだ見てない方はよかったらご覧になってください。やっぱり走破を彩る先行術の、動画がね、やっぱり見る人限られてる動画やと思うんでね。そしたら、長領出てきましたね。普通はこの表意台側から出さないんですよね、長領はね。でまあ乱番力士のまあカンストのがついてるんですけど、このまあ商業施設を壊したぐらいで、まあこういった感じで中に入っていきますよね。まあこの段階で、スキル2回放ってるんで、まあ通常であれば十分じゃ十分なんですけどね。まあここで表意台にかかってしまうんですけど、まあここで表意台凍らしましたよね。これで、まあ、さらにためができて、ここで、スキル3回目ですね。で、また凍らしてます。表意台のね、凍らせるまでの時間っていうのは溜まっていくんで、はい、ここでスキル4回目ですね。まあ、言うたら、じわじわと溜まっていくので、何回でも凍らせれるもんなら凍らした方がいいんですよね。また凍らしました。これでスキル5回目。ここで城にもこう半分ぐらいダメージが入っているので、まあこのおかげでですね、結構こう城を落とすのが楽になるというメリットもあるわけなんですよね。ということで長領が5回スキルを放ちましたね。これでまあ関羽がちょっと最初ミスっちゃってるんですけど、それをまあ十分補う働きをしているということなんですね。でこの長領に南蛮力士をつけると、まあ、何がいいかと言いますとね、この長領を出す位置に制限がなくなるということなんですよね。まあもちろん南蛮力士もこう 100% 凍らせるわけじゃないんで、まあ運要素も絡んでくるとは思うんですけども、まあこういった感じでうまく働けばですね、まあ防衛施設ほとんど怖くなくなるということなんですよね。でまあ今回関羽がちょっと失敗して思った施設をね壊せなかったと思うんですけども、その施設を壊すためにはまあ表意台側から出す必要があると、これは困ったなといった時に活躍したのが南蛮力士だということなんですよね。僕も南蛮力士は欲しいと思っていて、今育ててる最中なんですけど、もしこう南蛮力士が仕上がったらですね、僕も長領につけようかなと思いましたね。まあ、主君なんかにつけても働くとは思うんですけどもね、やっぱり今のリップを見ると長領につけると魅力的ですよね。やっぱり弱点がゼロになるっていうのはね、いいなと思います。もし先行やっててね、自衛を、まあどうしようかなと思っている方ね、いらっしゃいましたら、この南蛮力士は絶対育てた方がいいと思いますね。で、昔のリップでも紹介したんです、動画でも紹介したんですけども、まあ、芝町とかね、地上戦でも十分ね、この南蛮力士は働いてくれますのでね、攻めでは欠かせない自衛の一つ、になるんじゃないかなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。